袖も、義さん、または、袖もぎ様は、主に、中国、四国地方の民間信仰における路傍の神。その前で転んだ時は、片袖をもぎ取って手向けて来ないと災いにアうとされる。航路の安全を祈願するために片袖をちぎって、袖の神に備える風習とも言う。実際にそうした神が、路傍に祀られている例は少なく、坂、橋、樹木といった、特定の場所に、 そのような習俗が伝えられていることが多い。岡山県では、川上郡備中町に袖切り地蔵と呼ばれる自然石があり、ここで転んだ時にはちぎった袖を備えないとたたりに会うという。岡山県勝田郡の袖もぎ地蔵は、転んだものの袖をもぎ取るという。ある者がここを通った時、石臼が転がってきたので、避けようとして転んだところ、袖がなくなっており、翌朝には、 地蔵の前に石臼などなかったため、狐の仕業などと言われたという。兵庫県西洋軍では、薬師の辻堂で転ぶと、片袖をちぎらないと死ぬとまで言われている。また、兵庫県姫路市にも石棺に地蔵が掘られた袖も、偽地蔵があり、祭の神、教会の神としての性格を持つという意見もある。近くの姫路市別所町福井にも、 弁慶と娘との恋物語にまつわる袖も儀似像、などの伝説がある。同様に、兵庫県に伝わる話では、二人の娘が僧侶を巡って嫉妬したが、後に、それを恥じて啓発して二になり福止まりのよう泉寺に入事し、後に池に身を投げ自殺し、その二人を埋めて祀ったのが、袖も儀似像という。どんな願いでも一つだけ叶えるといい、歯の痛みを取ってくれるとも言う。 また、樹木の名になったものもあり、土佐国一宮の二王門の一丁ほど西の路上の袖掛かり松は、その傍らで点灯すると着衣の片袖を思い出かける、ことからその名があるという。大和吉野軍白銀村大技西指針庫の袖模擬、坂にも同様の言い伝えがある。三河保イ軍豊川町三明寺の後の坂を袖切り坂と言い、同じ言い伝えがあり、 これを相手しないと三日の間に死ぬという。土地によってはあらかじめ袖を用意して手向けるものもあって、そこには何か袖を求めるものが暗示され、これを袖紙、袖取り紙、袖も、起算などといい一種の道の神と考えられる。徳島県ではこれを祀る祠があり、転灯しなくても、そこを通る際には袖を備えるという。備えるものは、 必ずしも袖とは限らず、香川県三豊群では、袖もじきといって、旅人はこれに木の枝を折って手向けたという。神奈川県二宮町の袖切地蔵東日本にも、同様の信仰が見られ、千葉県成田市の旧成田街道には、袖切れ坂という坂、静岡県浜松市と田町には、袖切れ橋という橋があり、 これらでも転んだ時には最悪に合わないよう袖を切り捨てなければならないとされる。神奈川県二宮町の川口神社入り口にある袖切り地蔵はかつて付近の道で子供が転んだ際袖が切れても怪我がなくてよかったと今後も怪我がないよう切れた袖を備えたことが名の由来と言われる。民族学者折口忍によれば日本の古代民族において 高炉山屋に倒れた死人の革ネはこれに行き、触れた場合には払いをして過ぎた。死料を恐れたのである。その方法は歌によって一方で、着衣を脱いで革ネに追ったと見られ、その風習が後に形式化して、袖だけを手向ける。その伝承が後には、道の神の信仰とも結びついた。袖神、または、袖も、義さんは、死料の神格化で、坂、または、 道でつまずき倒れることが、やがてその神の存在を感じる動機となったという。資料信仰ともつながり、地獄の三津の川の夏エバーに袖を渡し川を渡りやすくする意味合いで、死者の死の袖を切り取る風習が伝えられている地方も、ある。死人の魂を袖に入れると、その人は生き返ると伝えられている地方もある。ありがとうございます。